しかし予備予選にしてはいい走りを見せる者もおりますね。ことに今ヘアピンを曲がった選手などはなかなか。あれは横森鍛造のファウンドですね。横丹ワークスはシード登録されているはずですから、セミワークスでしょうか。その割には大胆な改造を施してしまっているような。サスは別物の移植ですし、どこぞのお大臣のプライベートチームかもしれませんね。あ、抜かれた。すげえな今の。右に行くと見せかけて左から一気に押し込んだのか。火花が散ってたぞ。おお、あれはポリスチームではございませんか。ようやく調子が出てきた様子。田村のホットボルトですか。休止機器をよく使っています。あれは機種とメカニックが優秀であれば今でも第一線で戦える機体ではなくて、重量の大きさは厄介ですけれど。強そうじゃねえか。採用でございますな。加速性に疑問符はつくものの、機体がぶつかり合う乱戦に強いのは事実。レースが荒れれば有利になりましょう。相変わらず嫌がらせかと思うほど曲がらない機体ですね。あのアンダーステアは病気です。村間さん、どうだ。異常なし。今日の競技に参加している剣は全部見たと思うけど、どれも違う。みんなただの剣もどきよ。そうか。客席は確認したか。まだよ。必要あるの？一応念のためだ。視覚情報を転送しろ。了解。村政。シロ。承知。どうした？あ、いえ、少し日に当てられたかしら。大丈夫ですか？何でしたら日陰に。いえいえ、ご心配なく。ちょっとよろめいただけですから。しかし、日射病にかかってから悔やんでも後の祭り。大事を取られた方が良いと思います。うん、影明様ったら。そんな優しいお言葉で、私を物陰に連れ込もうとなさるなんて。一体、何をなさるおつもりですの？頭を冷やされてはどうかと思ったまでですが。わかんねえ奴だな。東島は無理すんなって言ってんだよ、港さんは。あらま、いちいち引っかかることを言わずにはいられない反抗期真っ盛りのお嬢さん。でも私をめげません。これも本当の家族になるための試練ですもの。ねえあなた、私綾音ちゃんがあなたの連れ子だなんてことちっとも気にしませんから。
はあ。勝手な設定作ってんじゃねえよ。あと、名字にちゃん付けするな。暑苦しい集団でございますね。さよ。は。あちらをご覧なさいな。貴賓席でございますか？その、右端の方。堀越の姫君がいらっしゃいます。なんと、茶々丸様ですか？おやまあ、お懐かしい。宣告のセレモニーで紹介されていなかったところからして、お忍びなのでしょうね。噂にたがわぬ型破りなお方のようで。隣に、あれはどなたかしら、ご婦人がいらっしゃるけど。おそらく、ゆうつずのつぼねなる方でございましょう。ちゃちゃまる様の寵愛なみなみならぬ女官とか。女官とは仮の姿。あれは非戦の出とされるちゃちゃまる様の母なのだというものもおりますね。母親、もしそうなら、あれはエミシの方と、これは禁句でしたね。まあ、公然の秘密というものでございますが、堀越久保殿がハーフドワーフであることは。それにしても、少しばかり不都合ですね。顔を合わせないように気をつけた方がいいのかしら。それはさほど気にせずとも平気でございましょう。お嬢様とかの姫君は、あちらがご幼少の身切りにほんの数度お会いしたきりのはず。ご記憶ではございますまい。そうね。ならばったり出会って気まずい空気に、なんてことにもならなくて済むかしら。あのお方とはどう接したものか、いささか迷ってしまいますからね。四宿殿なら話は簡単なのですが。他の方々は出方が読めません。友好的ということはまずないでしょうけど。差し当たってこちらからわざわざ喧嘩を売りに行く必要はございますまい。そうね。あまり気にしないことにしておきましょう。うん？あれ？この信号、どこかで。おい、それよこせ、そのオペラグラス。はーん。大鳥姉妹の姉がいますよ。なんでやねん。ああ。シシクの機嫌を悪くしたのはあれか？あり得る話だね。ん？隣にいるのは、アリマ。お姫お姫、ちょっと面白いことになりそうな感じ。調査方針を説明します。はい。おう。お嬢様、無理に個性を演出するとなんだかとても痛々しいですよ。主眼に添える調査対象は、今日のレースに参加しなかったチーム。多くはパドック内の各ガレージで、明日の本予選のために機体点検を行っているはずです。コースに出て練習機構を行うチームもあるでしょうが、そちらは村正に任せてください。我々はレース関係者を装って、ガレージ内のチームに接触を試み、情報収集を行います。レース中ほど警戒は厳しくないはずですので、ことさらに不審な行動を取らねば問題は起きないでしょう。
もし怪しまれた場合は迅速に撤収してください。無理押しは禁物です。質問。はい、大尉殿。聞き込みの方向性はどのように。あなた銀星号を知りませんかといった感じでよろしいのでしょうか。ひねりなさすぎだろ。おい、怪しまれては元も子もありません。ひとまずは当たり障りのない会話で情報を集めるにとどめましょう。何気ない雑談の中に意外な収穫が見つかるというのはよくある話です。ただそれでも一応の方向を示すなら、力に飢えている人間を探してください。それはどういう。銀星号によって寄生体に選ばれる人間の、言うなれば傾向です。村正、お前は引き続きコントロールタワーから監視を頼む。これからいくつかのチームがコースに出てくるはずだ。了解。ねえ、ミド。何か。考えたのだけど、今回銀星号が作った7つの卵。それを与えられた武者のうち、3人を私たちはすでに見ている。三人、おね。彼らには共通項があった。そう思わない？共通項？彼らは力を求めていた。渇望していた。他人を屈服させて、自分の望みを叶えるために。鈴川良文、長坂右京、風魔小太郎。みなそうじゃない？程度と性質の違いはあったかもしれないけれど。前回、銀星号が卵をばらまいた時には、そんなことはなかった。寄生体は、ただ無作為に選ばれたようにしか見えなかったし、実際そうだったんでしょう。でも、今回は明らかに違う。おそらくそれは、今回の卵が、寄生体に私の能力を分け与えるという付加価値を持つからよ。せっかくの力、必要としているものにくれてやろう、というところか。ええ。寄生体は、選ばれている。ならば。力を求めているものを探せばいいのよ。この競技場で。誰よりも力に飢えている人間を。力に飢えている人間。もっとも、ここはレース場。多かれ少なかれ、誰しもがそうした欲求は持っているようにも思えるのですが。ですね。それでも異常なほどの執念を燃やしている御人がいれば目立ちましょう。注意を払ってみる価値はあると存じます。はい。では、以上のような方針で開始します。効率化のため、手分けして当たってください。はい、頑張ります。じゃあ、行きましょうか、バーヤ。は、まあ、私どもは大体一緒くたでございますし。さて。では、俺も行動を開始する。気をつけなさいね。ただでさえあなたは人を警戒させやすいんだから。無用の心配だ。俺とてそうしようと思えば友好的に接するくらいのことは造作もない。チーム沢田の門倉直也。はい。四国大会のチャンピオン。しかし全国から猛者が集まるこの大会で勝つ見込みはあるまいと、もっぱらの下馬評。なんだよいきなり。力が欲しくはありませんか。へえ、簡単に言った。欲しいなら差し上げる。そう言われたらあなたはどうします。悪魔が、悪魔が俺を誘いに。
果たして何が悪かったのだろう。何もかもよ。他の三人は大丈夫だろうか。あなたよりはずっとね。どなた？失礼。敵情視察といったところです。ああ、ポリスチームの人？は、そうです。自分が参加するのは今回が初めてなのですが、一目で分かってしまいますか？そりゃね、あなたみたいなこわもてで参加者って言ったらポリスチームくらいしかないでしょ。なるほど。そうか、そういうことにしてもらえばいい。ホットボルトの調子はどうです？良好です。やはりあの機体は素晴らしい。シャフト式 4WD の先駆けでありながら、あの完成度は見事というほかありません。メンテに手を焼かされるのが難点ですが。よく言われます。あの時点ではとてもそこまで手が回らなかったみたいで。でも警察さんは大事に使ってくださって、うちとしても嬉しいですよ。今日はもう走らないのですか？ええ、練習は朝のうちに済ませました。本番まで機体を見せたくないんですよ、今回は。つまり新型ですか？口チャックで。心得ました。ま、明日を楽しみにしていてください。あの人は？ええ、うちのトップレーサーです。ご存知でしょう？もちろん、雑誌で幾度も。では少し挨拶をしてきましょうか。どうぞ。ああ、ナーバスな子なんで、あまり怖がらせないであげてくださいね。はい。失礼。王子ミサオさん、初めてお目にかかります。あなたは？ポリスチームの関係者、港影明です。
よろしければどうかお見知りおきください。はい。大噂はかねがね伺っております。昨年は各地のレースに参戦し通算10勝を達成されたとか。ええ。ご愛機サンダーボルトのポテンシャルもあるでしょうが、やはり記録樹立の肝はあなたのテクニック。中でも際立つのは印の取り方。最短のルート選択と最小の減速幅、陳腐な表現で恐縮しますが芸術的としか言いようが見つかりません。ありがとうございます。そういえばこの夏練習中に接触事故で負傷されたと聞きましたが、大事はありませんでしたか？大丈夫です。そうですか。それは何よりのこと。このサーキットは設備が整っていますね。完全に舗装されたコースはもちろん、十分なスペースが確保されているピット、パドック、選手用宿舎に食事どころ、さらには公園まである。自分が学生の頃には考えられなかったことです。あの時分からレースが好きで、しばしば観戦しておりましたが、当時の競技場は実にシンプル。スタンドなどなくて当然、芝生の上にござを敷いての見物が一般的でした。ガレージなどもありませんでしたね。参加チームは自前でテントを立てていたものです。それでもレースは素晴らしかった。中山昇、芥田慎二郎、弘中兄弟、それにあなたの父君、王子すぐる。彼らは悪環境をものともせず、見事に賭けた。近在の競技場に王子すぐるがやってきた時のことは、よく覚えています。その時の大会はごく小さなものでしたが、世界挑戦間近の英雄は、本気の走りを見せた。彼が常にそうであったように、他のありとあらゆる選手を突き放し最先端を孤独にかけるあの姿は今でもまぶたの裏に焼き付いて離れません。思い出すたびあの時の興奮が蘇って心臓の鼓動が早まります。同時に無念も湧きます。戦争さえなかったらと。
続けてください。よかったら。はい。オージスムルの気候技術は当時の世界の一線級と比べてもそう遜色なかったものと思います。ことにあのコーナーリング草間を抜ける蛇にも似た独特の旋回技法はヤマトの騎士の中では異彩を放っていました。あの技術を模倣できた者はかつても今も存在しません。実情のあなたを除いては、あなたの気候は時を追うごとに父君のそれへ近づいてゆくように自分には思われます。あれはやはり父君に手ずから教えられたものなのですか。うん、そうですか。嬉しく思います。王子スムルは夢を断ち切られましたが、あなたがその夢を受け継ぐならば無念も報われましょう。そう思う？はい。うん、私もそう思ってる。世界を目指されますか？うん、まずは国内で勝って、それから。ではこの大会は重要ですね。勝ちます、必ず。最初の全国王者になる。力を求める理由はあるか。強敵と思われる相手はいますか？やっぱり小京かな。それに横田。確かにその両者でしょうね。特に小京はおそらく、噂だけは聞いている、アプティマ系列の最終完成形を投入してくるでしょうから。ごめんなさい。はい。ポリスチームは、その、私はホットボルトを好きだから。ああ、いえ。ありがとうございます。自分も好きです。仕方がありません。レースに勝つためには金が必要です。いかに優れたスタッフがいても、資金が不足していてはどうにもならない部分があります。うん。お金のことはとても大変。ポリスチームの運営は局内外の有志の寄付に頼っています。潤沢な資金は望めません。警察の予算から費用を取れれば少しは楽になるのでしょうが、まさかですし。今回はあなたを応援させていただきます。同じ田村の剣を扱う者として。ありがとう。先ほどスタッフの方から伺いました。田村も新型機を投入するそうですね。うん、最新型。田村の技術を全部集めた決勝。興味をそそられます。公表は明日とのことですから、詮索は控えますが。これ。は？これが新型機ですか。道理で大切に扱っていると思いました。